こんにちは、保健師のオール料理研究家の茨木久美子です。今日はバターオイルを使わずに米粉でドイツ風の菓子パンを作っていきたいと思います。米粉で作るブタークーヘンになります。ブタークーヘンってどんなお菓子かというと、バターがたくさん入ったリッチなイースト発酵のお菓子です。でバターオイルは使いませんが、米粉の食感がとってもそのブタークーヘンの雰囲気に合った美味しい菓子パンになっています。それでは作っていきたいと思います。はい、それではまず湯だねから作っていきます。今日の米粉は水ほちからのパン用です。そこにお水を入れてよく混ぜます。はい、はい、これで500ワットの電子レンジでラップはしないで40秒加熱、一度取り出して混ぜてもう一度40秒程度しっかり沸騰するまで加熱をします。はい、一度混ぜます。下の方ちょっと固まってますので、よく下の方混ぜてください。そしてもう一度40秒程度加熱をします。はい、全体がわーって膨れ上がってくるまで加熱をしてください。冬場とか少し時間がかかるかもしれません。はい、そうしましたらバットの用意をします。今日は16センチ ×20 センチぐらいで、アルミ、ステンレス、ホーローのものを用意してください。そこにクッキングシートを敷いておきます。はい、それでは生地作りをしていきます。水ほちからのパン用になります。全量入れてしまいます。そしてそこにドライイースト、今日はサフの金ラベルを使ってます。スーパーカメリアさんで大丈夫です。はい、お砂糖、そして蜂蜜です。ちょっととろみのあるようなものを加えると生地のつながりがよく膨らみやすいです。はい、そこに温めた豆乳です。35度ぐらいに電子レンジで温めました。調整水を少し残して加えます。そしてお塩、溶き卵、溶き卵の残りは最後仕上げに使います。そしてバニラオイル、人肌程度まで冷めている湯だねを加えて、これでぐるぐる混ぜていきます。生地の硬さを調整します。ゴムケラから垂らした生地が1、2、3ぐらいで消える硬さに調整をします。はい、ちょうどいい硬さになったら5分間攪拌をします。はい、そして5分間は手で混ぜるか、パワーの強いハンドミキサーで混ぜてください。パワーの弱いハンドミキサーを使うとね、壊してしまうのでご注意をください。はい、5分経ちました。一度ちょっと硬さを見ます。3秒ぐらいで消える硬さがいいです。ちょうどいいようです。はい、ボウルの周りの生地をできるだけ中に入れてもらって、乾燥予防をして、オーブンの発酵機能が温かいところ35度で15分ぐらい休ませます。少し泡がはじけて膨らんでいるのがわかると思います。でゴムヘラで1分混ぜてください。はい、それではバットに入れます。二次発酵の目安になる線を竹串でつけていきます。1.5 倍から6ぐらいのところに印をつけます。2倍で半分強ぐらいですね。米粉パンは乾燥しやすいので、二次発酵の乾燥予防はビニール袋にすっぽりと私は入れてしまっています。これで20分ぐらい待ちます。はい、ちょうど今これ15分ぐらい経過しました。オーブンに入れて焼いていきたいと思います。入れます。そしてね、3分経ったら一度取り出して、上にグラニュー糖とスライスアーモンドを飾ります。はい、焼くとね、1枚薄い膜ができているので、そっと溶き卵を塗ってください。はい、スライスアーモンドです。そしてグラニュー糖です。でスライスアーモンドとグラニュー糖を振った後もこのまま焼いてしまうとオーブンの中で乾燥してみんな剥がれちゃうんですよ。なので切り口の水をたっぷりかけて、そして焼いてください。とても美味しそうです。
い、それでは試食をしてみたいと思います。ふわふわです。いい生地できてます。とっても柔らかくてね、ふわふわにできてます。米粉で、そしてバターをお湯なしで作ったので、まあ、かなりさっぱりではあるんですが、ふわふわ感としっとりさは十分再現できてると思います。今日のポイントは、まず生地の硬さ、ゴムヘラで作ってタラタラって流した時に3秒ぐらいで消えるぐらいの硬さ、あの米粉の保存環境とかで乾燥度合いが変わったりして、豆乳の種類なんかでも硬さが変わります。なので豆乳の量はあくまでも目安だと思っていただいて、そこは調整をしてください。そして発酵は 1.5 倍ぐらい、あんまり発酵させすぎるとどうしても目が荒くなります。米粉パンの失敗の大半は過発酵です。なので 1.5 倍ぐらいになったら、もうそっとオーブンに入れて、あとは焼いてください。最後卵を塗ってスライスアーモンドとグラニュー糖を振ったら、切りをたっぷり拭いてから焼いてください。そうするとカットしてもスライスアーモンドは落ちないと思います。はい、今日の動画気に入っていただけましたら、いいねボタンとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。コメントいただけますとまた励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。これからも皆様のお役に立てるようなパン、お菓子、お料理、そして健康情報をアップしていきますので、応援をどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。